ちょっとそんなじっと見ないでよ、恥ずかしいな。決めた、砂梅の刑にしよう。ほら観念しろ。ということで問題です。この中で、この中で砂梅の刑に処されていないのはどれでしょう。はい、そのクイズレディーゴー。いやでもなんか全員埋められてそうなメンツだけどな。確かに全員入ってそう。まあでも消去法で埋められてなさそうみたいな雰囲気を。次には埋まったことありますか。うちはないと思います。なんか次の誕生日どうだい。え、どれの誕生日やめて。どんな誕生日やってる感じですか。またケーキ食べれないかもしれないけど悲しすぎる。ということでじゃあスタジオのみんなの回答見てみましょう。こちら、何ですか。フォア様埋めてください。願望が、いや全然1回答1それはさっきので罰ゲームをやる側になったのは自分だからってことですか。うん、違います、普通にトワ様に埋めてほしいだけです。どういうことだよ。だいぶ出過ぎてるんだよな。でもネネが代わりにやってあげるよ。いや大丈夫ですよ。求めてないです。あれ正解の発表でございます。正解はこちら、犬神コロネでした。なんでこいつニコニコなんだよ。他の3人なんか笑顔で埋まってるのが結構怖いですね。本望までありますね。洗脳洗脳、コロネが洗脳、可愛いコロネが洗脳中。